はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、問題児がね新パックで登場しましたので使っていきましょう。ダンセル君です。インゼクターダンセル。ダンセルって皆さんご存知ですか？あのダンセホーネットっていうね魔法の呪文がありまして、これあの新パック注目カードの時にもやりましたけど、ダンセルとホーネットが揃ったら簡単に言うとあのめちゃくちゃカード破壊できてめちゃくちゃ展開できるんですよ。これをね、今日はご説明して、あの対戦動画を見ていただきたいなと思うんですけども、ダンセルはどういう効果を持ってるかっていうと、自分の下級モンスターの共通効果なんですけど、あのインゼクターの一旦に一度自分のメインフェーズに自分の手札か墓地から、インゼクターモンスターを、装備カード扱いとして装備できるよと。これは全部持ってます。センチピードも持ってるし、ホーネットも持ってるし、グルフも持ってるっていう、まあ、共通効果になってますね。で、このモンスターは、このカードが自分のフィールド上存在していて、このカードに装備されたカードが自分の墓地へ送られた場合、デッキからインゼクターダンセル以外のインゼクターモンスター一体を特殊召喚できる。だからダンセルの装備を外すことができれば、デッキからなんか出てくるんですよね、インゼクターが。で、ダンステルとホーネットが揃った時が、まあ、基本的には、まあ、インゼクターの一番強いムーブと言われていて、ホーネットの効果どういう効果かっていうと、こいつは、2番の効果で、3番の効果か、3番の効果で、モンスターに装備されているこのカードを墓地に送り、フィールドのカードを1枚対象にしてそのカードを破壊すると。まあ、ダンセルに装備してホーネットね。で、ホーネットの効果で、相手のカードを破壊しながら、ダンセルの効果でまた、デッキからセンチピードとか出してきて。で、センチピードはちなみに、マルチ版共通効果で、装備できるんだけど、なんか、高中装備を。このカードは、装備カードが外れると、デッキからインゼクターカードを1枚手札に加えるっていう効果を持ってるんで、これとかをね、組み合わせていくとね、ダンセル、とホーネットでぶっぱしながらセンチピードをまた出てきて、センチピードでまたホーネット装備して、でまたホーネット効果でもう一回ぶっ壊してみたいな、でセンチピードでまたサーチしてみたいな、ギガンマンティスをサーチして、でギガンマンティス効果でまたセンチピードに装備してみたいなことやっていくと、なんか相手のカードをホーネットでめっちゃ割りながら、こっちはダンセルとセンチピードで展開サーチをめっちゃしていけるんですよ。基本的にこれがインゼクターの動きですね。強い。昔は本当環境トップと言われている時代がありましてね、本当に世界大会はインゼクターだらけみたいな環境もあったんですけども、現代の遊戯王、まあ、令和の遊戯王においては基本的には弱いかなと思いますね。なんでかっていうと、そのサーチがそもそもないっていう、走破するガイアとかのああいう系のスキルがねあればね、その例えばインゼクターが1体手札にいる場合、なんかそのもう1体の方片方を持ってくるみたいな、そういうスキルがあれば別なんですけども、安定しないんですね。ダンセルとホーネットを揃えるのが、これが安定しないっていう点が1点と、あともう1個は全妨害を踏むっていう点ですね。例えば月の書とか、まあコズミックサイクロンとか、まあ狡猾の落とし穴とかいろいろねあるんですけども、バウンスとかもう全妨害を踏むんですよ。しかも展開力があるわけじゃなくて、ダンセルを止められてしまうともうきついんで、なんで、まあ、ちょっとね環境的にはねきついかなとは思いました、使っていて。ただダンセルホーネット揃って効果通ればめちゃくちゃやばいっていう感じですね。で、グルフっていうモンスターはこれレベルをね変更させるよっていう効果を持ってるんですよ。さっきのホーネットは破壊でしたけど、だからグルフがどっちかっていうと先行用に展開するカードで、ホーネットは後攻で破壊するカードみたいな感じになってるんですね。だから先行ではグルフが欲しいし、後攻だったらホーネットが欲しいみたいな感じになってるんですよね。なんでちょっとねこれサーチがないからむずいんだよね。相性がいいカードは他にも負荷とかねいろいろあるんだけれども、やってみてましたけど、まあ、ちょっとねやっぱりね限界があるね、限界がある。で、今回はダンセルとホーネットを揃えていくために超進化のファイオっていうのを入れてまして、これ装備カードを装備している昆虫族をリリースするとデッキからなんか昆虫族何でも出せるよみたいな効果持ってるんで、ここでねダンセルホーネットを揃えていったりとか、あと、ダンセルと、まあグルフを揃えていったりみたいな感じの動きをします。でやっぱりねバックが辛いんだよね。月の書とかいろいろあるんじゃないですか、環境にねたくさん妨害札が、そういうカードを割れるように、サイクロンとあとね嵐入れてます。嵐なんで入ってるかっていうと、まあ、自分のカードを割ることによって展開することもできるんですよ。
インゼクタっていうのは、例えばギガマンティスをね、あの破壊してなんかで墓地からインゼクタ蘇生するっていうのもできるんですけども、これあの今回光の結界っていうのにしていまして、フィールド魔法なんですけども、これフィールド魔法を巻き込みながら相手のカードをまあ割っていけるっていうのもありますし、あとこれフィールド魔法があると、あの先行でダンセルホーネットが揃っている場合も一応展開できるんですよね。あのホーネットって結局絶対カードを破壊しなきゃいけないんで、なんであのカードがない状態だとちょっと弱いんですよ。だから一応1枚カード増やしまして、スキルでで、ホーネットダンセルを先行でもうあの展開できるような感じにしています。でこのデッキ の主役は究極変異体インセクトクイーンです。このモンスターを基本的にはこの超進化の前で出していって、こいつはあの昆虫族、他の昆虫族がいるとあの対象に取ることができないし、相手の効果で破壊されないって思ってるんですよ。だからこれのこのなんか呼吸とすばりのね体勢を、まあ、付与しながら昆虫族ビートダウンしていくっていうのがこのデッキの、まあ、勝ち方になりますね、主なね。はい。っていう感じです。で、新しい、エクシーズモンスターは一応こいつが来まして、インゼクターエクサスタック。こいつは、グルフの効果でレベルを上げたインゼクターで、ランク5を作ると出せるんですけども、こいつランク5なんで、レベル5モンスター ×2 で作れるランク5なんで、これの上にライノセバスを乗せたりとかもできますんで、この辺はね、対戦動画の中で、デュエルしてると思うんで、そこ見ていただければなと思います。はい。早速、やっていきましょう。デュエルをね、デュエル、スタンバイ。朝6時に喋ってるから、もう疲れたわ。さあ、お相手の方、10代くん。なるほど。グランモール系ですかね。さあ、コンバートコンタクト、なるほど。コンバートコンタクト、ネオスペーシャン、グランモールとブラックパンサー、オッケー、いいじゃないか。なかなか強いぞ。さあ、ネオスもいってるか。ネオスフュージョン、あ、強いな。いや、これ、リュウマドウ死んだのめっちゃ痛いですよね。リュウマドウが死んだのめちゃくちゃ痛くて、ネオスフュージョン結局その2枚、リミット2なんで、2枚しか入んないんですよ。20分の2。やべ、ハンデスきつい。ハンデス、きつくもない。いや、きつくもねえわ、それは。別にきつくなかった。なるほど。別にきつくないやつ。で、光の結界の効果が発動される。ダンセルも来た。なるほど。とりあえず、サイクロン発動。サイクロンの効果によって相手のバックを破壊していく。ネクスト。何？そいつは強えぜ。ネクストで、墓地のネオスとなんかネオスペーシアを特殊召喚できる効果を無効。効果は無効。ダンセル召喚でダンセル効果。ダンセルホーネットってやつよ、これが。これが噂のダンセルホーネット。さあホーネット効果、そうホーネットの効果によってこれですね、これネオスペース破壊したったらもう打点で抜けなくなると思うんですよね。これこうしとけばいいのでは。でダンセル効果で、デッキからセンチピードを特殊化。さあこれがダンセルホーネットセンチピードよ。さあセンチピードの効果、さらにもう一度ホーネットを装備する。またホーネットの効果を発動していく。さあホーネットの効果でまたカードを一枚破壊していく。こいつ破壊してもネオスじゃんしな。ネオス、エレメンタリーのネオス破壊は。で、センチピード効果。これで、ギガマンティスを持ってくる。で、ギガマンティス装備。こうでしょ？で、バトルフェイズ。でも打点でできねえな。こう。こうするしかないので、こうしてでグランモールは効果無効になっているんで効果は発動できない。でだ超進化の前発動、超進化の前の効果によってダンセルをリリースし現れろ。究極変異体インセクトクイーン。よし、さあネオスピュージョンの方が使うか。オーケーで相手はこれ家でいいかな、めんどくさい家でいいです。でこれで相手勝手に戻る、相手勝手にエンドフェイズ戻る。オッケー、よし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 。なんか今ワンキル取れた、もしかして。なんか俺回し方下手くそだった可能性ある。ちょっとね、もしかしたら回し方下手くそだった説が割とあるんですけど。ミラクルコンタクト、はい、ミラクルコンタクト効果。何入れてくんだミラクルコンタクトって。グランモール、あー、でも対象に取れない、でも対象に取れない。よし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 、強いぞ強いぜ、強い、なんて強いんだ。やはり対象に取れないとかいうカード最強。
これインセクトクイーンの効果ね、あの他の昆虫族モンスターがフィールド上にいると、相手でもいいんですけど、相手が自分のフィールド上にいると対象に取ることができず効果では破壊されないっていうね、自分のフィールド上の昆虫族がめちゃくちゃ強いんですよね。今ホーネット装備していきますか。でホーネット効果、もう結界割っときまして、でセンチピード効果でゼクトキャリバーを持ってきておく。これでかっこいい剣装備して、おもちゃの剣装備して、で虫キングだ。これはもう完全虫キング、虫キング目指しますから私今ね。っていうかね、あのすげえいっぱい回してて思ったんだけど、やっぱりね、あのね、あのインゼクターはあのダンセルホーネットが揃わない結構ね、そこが辛いかな。一応多分勝ち試合とか結構たくさん載せてると思うんですけど、対戦動画は。あのね、とにかくダンセルホーネットが揃わねえんじゃん。さあ闇遊戯君よろしくお願いします。ゲル様、これもハンド微妙なんだよな。こういうさ、なんかさ、その革命的な何かそのサーチ手段というかがないとね、多分ね虫キングに多分ねなれない気がするね。炎王か、でも炎王はね結構ね相性も悪くはなくて、超進化の眉さえ使えれば、あのインセクトクイーンさんがめっちゃ強いんですよ。なるほど、これはでもゼクトキャリバーがあるから、ね、センチピードきた。バロンの効果で破壊されているとスタンバイフェーズに何か炎王系のカードをサーチできる。役者 OK で、ですね、センチピード召喚します。でこれで、魔剣ゼクトキャリバー装備します。モンスター効果を使って装備しようとすると止めてくるんでね、あいつが。カードセット、これは殴ってでもいきなりこれあれか、これでもいいのか、こうして、これでこうして、こうしといて、でこうして、あ間違えた、やべ、そっか回収しちゃうんだった、これ強制か、ミスったな。ちょっと今これバトルベンチにやればよかったね、ちょっとミスったね。なんか超進化の前でドローしたいなと思ったんだけど、これ回収されるっていう効果を忘れてた、ごめん。でインセクトクイーンの効果で昆虫が出てくる。これがねもうね、要は破壊できないんですよ、破壊できないので、昆虫毒モンスターを効果では。これでね炎王には回答になってますね。でバロン効果いいでしょ。でちなみに対象にも取れませんので、まあ例えばダイヤウルフとか、まあデッドリシンとか、そういうランク4のエクシズモンスターの効果も基本的にはまあ今無効になってると、実質ね。これほんとこのインゼクターモンスターマジで強いんですよ。インゼクター、インセクトクイーン、インゼクタークイーンですね、究極変異体インゼクタークイーンです。さあ、炎王の孤島の効果、炎王の孤島の効果によってガルドニクス OK、 ガルドニクス効果でガルドニクス破壊で、ガルドニクスサーチ OK、 エンドフェーズ OK で、インセクトクイーンの効果を発動しなくても OK、 でドローンサイクロン OK、 ガルドニクス破壊される、でガルドニクス破壊される、ガルドニクス効果特殊化してくる、ガルドニクスで全部突破してくるが俺は破壊されない。これが強い、これがやっぱり強いですよね。炎王には回答、インセクトクイーンか回答。まあガルドニクスループ入ったか、ガルドニクスループ入った。戦闘によって墓地を送られた時だから、サイクロン打ったら勝ちか、サイクロン打って、サイクロン打つで炎王のことを割る、破壊されるモンスターいなくなる、はい、でセンチスピード召喚で、センチピード召喚してバトルフェーズ入る、でセンチピードダイレクト、はい、なんかある、なるほど、ディスティードローが入るけど、いやでもね言うてね、これ結構回答入ってないこと多いと思うんだよ、回答うぜえ、ゲロうぜえ、これはなんで俺に気持ちよくデュエルさせねえんだ、気色悪いカード入ってんな、やっぱりな、この炎王とかいうデッキマジでこれ耐久してくるからマジでうざいよね
まあ、狡猾もあんま効かねえしな、モデッキ。ガルドニクスで、ガルドニクスループ入ったので、ガルドニクスでガルドニクスを破壊して、まあ、無限にね蘇ってきてバン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 やるんだけど、このフィールド上のインセクトクイーンとかいうモンスターは対象に今取れずに、しかも効果で破壊されないとかいう、まあ、呼吸と巣化してるんで、全員が全昆虫族を呼吸と巣化してると言うとめちゃくちゃ強そうでしょ。最高なんですよね。でそれはしゃあないよ。それも別に関係はない、それは関係ない。でインセクトクイーン効果発動したり、まあ、昆虫族さえいればいくらでも。それは読んでいた。月の章、はいはい、あ、聞きませんよ。月の章聞きませんけど、はいはいはい、モンスター効果発動。よく効果読みましょうね。よくテキスト読んだ方がいいですよ。超進化の眉効果発動、超進化の眉効果、センチピード戻してワンドロー。頼む、ホーレット来てくれ。あ、神ゲー、神神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 。回転と1枚1500、センチピード召喚、センチピード効果、センチピード効果、ホーネット装備で、ホーネット効果で、これ破壊で、センチピード効果で、なんか持ってくるやつ、インゼクトはもういないから、ホーネこれでいいや。ギガマンティスで、ギガマンティス装備、はいはい。さあカイトロイド2枚目はあるんでしょうか。闇遊戯選手バトルフェイス、さあ一生モンスターを破壊できませんでした。一生モンスターを破壊できません。困っております。一生モンスター破壊、レインボーブリッジ封鎖できません。やっぱね、このインゼクタークイーン最強。さあお相手の方、胸筋お化け、よろしくお願いします。ビルさん、バイ。弱いね。弱いね、あまりにも弱いね。まあでも一応サーチだけはしょっか。でグルフ装備しといて、いやこういうこと起きるんだよな。なんかさ、俺もうちょっと強かったイメージあるんですけど、あれは10年とか前のデッキだからですか。なんかね、全然なんかね思った通りにいかないんだよね。これはダンセルか、さすがに1枚ダンセル持ってきといて、ダンセル持ってきといて、でおもちゃの剣装備しておくしかないか。おもちゃの剣装備して、これ弱すぎない、この動き。この動きなんか世界一弱いインゼクター扱いって感じなんだけど、インゼクター初心者ですかみたいな動きしてるけどね。いやこれやる、これやるしかないんだよな。ドロー、なんかどうしたらいいんだろう。これなんか誰かこのインゼクターとかいうデッキ救ってほしみあるよね。このゴキブリ来てもしゃあないしな。やっぱダンセルホーネットかダンセルグリフができないと展開できないんで、調子やばい。あー、この泥棒やめろお前。インゼクターかな。お前ふざけんなよ、おい、俺のモンスター使うなよ。お前自分のモンスター使えよ、この泥棒猫が。やめろ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 、おい、これヤクザすぎるだろこれやってること。ふざけんなよ、やばいやばいやばい。強すぎ問題発生してる、やばいこと起きてる。え、でもこれもう展開止まるとこない、実はここで止まるみたいな。ホーネット装備して、でなんか破壊するカードなしみたいな。いや、あ、召喚剣使ってないんかい。レブソルダーもいいのかい。そうか、超進化の前で枕だったの。おかしくないっすか、ちょおかしくないっすか。いやいや、おかしくないっすか。自分のモンスター使ってくださいよ、展開するときに。どうして俺だけこんな目に。あれか、効果使ったら2200と1900、ちょうどお釣りなしじゃねえか、叫んだ。おい、俺は許さねえからな、絶対に許さねえ、絶対に許さねえ、ドンサーさんと絶対に許さねえ。
超進化で前の効果もういい、殴ら早く。腹立つわこれ、なんか自分の人のモンスター、うわ腹立つわこれ、腹立つわこれ超進化してやりてえ、こっちも結局ですね、皆さん超進化の眉毛っていうことが分かりました。虫キングには僕慣れそうにありません。誰か救ってください。